皆さんこんにちは、リトルビーガーデンのみーこです。お盆休みから続いているこの長雨、今日も外は雨ということで、今回は急遽この長雨対策にビニールシートを買ってきました。さすがにベランダも雨ざらし、1週間以上続く雨にね、ちょっと耐えられないかなって思って、この 1.7×3.5m のUV クリスタル糸入りシートっていうのをね、購入してきました。これだいたいお値段にして1500円ぐらいでホームセンターに売っていました。で、100均で購入してきた S 字フックをこのね、物干し竿にかけて、それにこのね、UV シートをね、吊るしている感じです。もうね、ハトメもついているので、本当にね、そこのハトメに S 字フックをかけて、あとは脇やね、下にも全部ね、ハトメがついているので、それをね、紐でくくっています。さすがに、この長雨で部屋の中に避難させていた多肉も、徐々にね、徒長し始めてしまったので、ちょっとね、これではいかんということで、急遽ね、雨対策グッズをね、買いに走ったわけですが、時すでに遅しっていう感じでね、もう、本当にね、レインドロップスすごい可愛かったんですけど、だいぶね、徒長してしまいました。結構部屋の中もこんなにね、明るいんですけど、やっぱりね、太陽のね、光を浴びていないっていうことで、日照不足なんでしょうかね。部屋に避難させていた多肉と、この裏庭のね、多肉、葉差し以外は全部ね、2階のベランダに出しました。このね、裏庭の多肉も軒下にね、ずらーっと並べて、一応ね、雨よけっていう感じでしてたんですけど、雨よけ全然できていなくって、もう多肉びちゃびちゃに濡れていて、このままずーっとね、濡れっぱなしになるとやっぱりじゅれてしまう原因になるっていうことで、急遽ね、2階にあげました。で、葉差しはね、もう置くスペースがなかったので、葉差しっこちゃんはそのままです。一応ベランダの多肉も、雨に濡れている多肉と濡れていない多肉のね、場所をローテーションして、それから部屋の中に避難させていた多肉を外に出しました。こんな感じでね、最初はね、置いていました。この子たちもね、濡れているので、濡れていない子は外側、濡れている子は内側っていう感じで、なるべく濡れている子はこれ以上雨に当たらないようなね、場所を選んで配置しています。さすがにね、3日以上雨に当たっていると、葉もね、ぱっかり開いちゃって、色もかなりね、日照不足っていうことで薄くなってきてしまっています。これなんか家の中に避難させてた子なんですけど、やっぱりね、全然違いますね、色が。成長点付近の色がね、もう白く色あせちゃってる感じで、弱々しいっていう感じになっちゃってます。日照不足でも雨の中外にいた子はそんなことないんですけどね、やっぱり家の中に避難させていた多肉の方が色がしらけてしまい、弱々しい感じになっているので、やっぱね、家の中に避難させるっていうのもね、考えものですね。この裏庭のね、多肉たちも無事にね、2階にあげて、なんとか雨をしのげるようになっているので、ここら辺はね、安心かなって思うんですけど、こんな感じでね、上空いているので、強い雨が降ってしまうとやっぱりね、濡れちゃうんですよね。ただ今回の雨対策っていうのは、風がね、ないからビニールを貼れたんで、これね、風があると多分ビニールね、貼ったらちょっと飛ぶ可能性があるので危ないかなっていうのもあるので、そこら辺はね、ちょっと今後どうするか考えどころですね。で、このロゼットの上に溜まった水もね、こうやってシュポシュポね、フロアで吹き飛ばしておきます。この作業ね、意外と大事でね、水が溜まったまんまでも大丈夫な子もいるんですけど、そうでない子はすぐにね、葉がじゅれてきてしまうので、なるべくこうやってね、ロゼットの上にね、溜まった水は吹き飛ばしておくのが負担です。そうそう、電動のね、ブロワーもね、探しているんですけど、これがやっぱり見つからず、
仕方なく手でシュポシュポしています。数があるとね、本当にね、手疲れちゃうんですよね。で、あんまりシュポシュポしすぎると、この先っぽがね、吹っ飛んでっちゃうんですよ、100均のはね、やっぱり。で、シュポシュポね、こう水滴を飛ばしながら、じゅれった葉っぱを見つけたらね、取ってあげるのも大切です。このままにしておくと、他のね、茎までね、じゅれてしまったり、ちょっとね、危ないので。結構、桃太郎とかチワワさん、じゅれやすいのかな、うちの子。だいぶね、一回りも二回りも小さくなってしまいました。ベランダの多肉は一応ね、こんな感じで、また、濡れた多肉と濡れていない多肉をローテーションで回して、なるべくこう土がね、乾く状態で動かしていこうと思っています。で、1階のね、多肉たちなんですけど、玄関先、こんな感じでね、この麻袋の寄せ植え移動させました。もうすでにこんなにボロボロなんですけど、黒胞子もね、焦げちゃって、葉っぱね、だいぶ枯れちゃったので、ちょっとね、秋の復活期待しています。雨に濡れてね、元気なのがこのルビネとセダムですね。このセダムたちも一時ね、ちょっと元気ないなっていう感じだったんですけど、この長雨と気温がね、低いせいもあって一気にね、復活してきてくれました。でね、この玄関横の反対なんですけど、ここはね、オーニングがあるので、今回オーニングは畳まずにね、そのままにしています。やっぱりね、風がないので、こうやってね、オーニング広げたままにできるっていうのがね、今回の雨で、やっぱね、救いだった点ですね。で、さっきの寄せ植えみたいに、水をね、あげたいなって思う多肉がいたら、もうね、雨でね、濡らして水やりしています。こんな感じでね、もう徒長していますね、火祭りも。これはね、カットしないと。で、手前に回ってくると、やっぱオーニング効果で、ここ濡れてませんね。もうちょっとね、雨がひどくなってくると濡れちゃうんですけど、この間ね、買ったスーパーのシャビアナも、こんなにね、元気です。だいぶね、成長点あたりの葉がね、ちょっと伸びてきたかなっていう感じですかね。そしてその隣のね、セダムコーナーもやっぱりね、勢いありますね。ミルキーウェイも一回花が咲いて汚くなって全部カットしたらね、また伸びてきています。こんな感じですかね。で、この火祭りもね、一気に伸びてきましたね。もうガンガンに日に当てて育てていたんですが、多少ね、日照不足なのかな。葉先がね、ちょっとね、色変わってる感じ。これもね、切らなくちゃ切らなくちゃ思ってね、まだカットしていません。これ、桃太郎のね、葉ざしこちゃん、じゅれてます。家の中に置いてたんですけど、家の中だとやっぱちょっとね、蒸れちゃう心配があったので、外に出したんですが、やっぱりね、じゅれてましたね。そしてこれ、七福神。もうね、まさかのまさかでバラバラ、真っ黒バラバラ、いつの間にかね、消えていたっていうね。この葉ざしこちゃんね、一枚若干ね、根っこ出てるので、これでね、また復活してくれればいいんですけどね。今年もやっぱり七福神ダメにしちゃいますね。で、ここら辺のね、葉ざしこちゃんたちは順調です。セダムももりもり。これはパープルヘイズですね。パープルヘイズももりもり。パープルヘイズね、秋の紅葉がとっても楽しみなんですよね。若干ね、紅葉している子ももうね、いるんですけどね。どの多肉もね、これから秋に向けての紅葉をね、楽しみにしているので、なんとかこのまま無事に夏を乗り切ってほしいと思います。そしてこのチャレンジ組のセダム。今はこんな感じです。やっぱり、スノープリンセスが一番モリモリですね。ここで、ちょっと気になったのが、もう一つあった七福神。なんとか無事にバラバラにならずに元気にしてくれていましたが、若干色が薄くてちょっと心配です。そしてこのままタニパト。雨降り続くとジュレタニク気になりますからね。ジュレッパ見つけて早く取ってあげないと被害拡大しちゃいます。今回の被害者は七福神。せっかく増えたのに、とっても残念。
皆さんはこの長雨、どんな対策を多肉ちゃんにしているのか、ちょっと気になるところです。もしよかったらコメントしてくださいね。はい、ということで、今回の動画はベランダ多肉にビニールシートで雨対策をして、部屋の中のね、多肉と裏庭多肉をベランダの方にね、移動させました。このビニールシートは、本当にね、S 字フックで引っ掛けて、あとはね、ハトメのところを紐でね、固定するだけなので、とっても簡単なので、皆さんのベランダ多肉のね、雨対策の参考になれば嬉しいです。この動画が良かったなって思ったら、高評価、そして、サンクス支援もいただけると励みになります。チャンネル登録もよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。